皆さんこんばんは。460フォトラボラトリー所長のシローです。今週も始まりました週刊カメラニュース。写真を撮るのが好きな素人が今週気になった新製品情報やトピックスについて好き勝手に喋っていく動画です。今週気になった新製品情報とトピックスはご覧の通りとなっています。それでは新製品情報から見ていきましょう。新製品情報、まず最初はニコンです。ニコンが公式サイトの Z9 のテザーページでテザー動画の第1弾を公開しています。その前にですね、現在分かっているスペックの方を改めておさらいしておきたいと思います。イメージセンサーの方なんですけど、45メガピクセル積層型センサーとなっています。 AF の方は動物や人に加えて自動車も認識、マイナス7 EV の低照度にも対応しています。連写枚数なんですけど、最大120コマ秒となっています。これはですね、低解像度6メガの時の最大連写枚数となっています。モニターの方は新設計のポートレートモードに対応する改良型の可動型モニターとなっています。シャッター音の方なんですけど、無音から大きな音まで調整可能で、D6 のマシンガンのような音も再現可能となっています。レンズ交換時や電源オフ時にシャッターを自動的に保護するマルチリーフブレード保護シャッターを搭載。メモリーカードスロットの方は DRCF エクスプレスハードスロットとなっています。バッテリーの方なんですけど、D6 と同じもので、USB-C 充電が可能な新しいものも用意されています。正式発表の方は10月に発表されるのではないかと言われています。そして、テザー動画から分かったことなのですが、このような感じで、先ほど言った新設計の液晶モニターなんですが、どうやら三軸チルトとなっているみたいです。こちらの方は上方向に向けた時ですね。そしてこちらは縦方向でなった時です。モニターの方は起こしてはいないのですが、縦構図でもチルトさせることができるようになっているみたいです。このような感じでね、今回のテザー動画は液晶モニターに重点を置いたものとなっていて、これからね、どんどん新しいテザー動画を公開することによって、AF だったりとか、あとはシャッター音とかね、その辺の動画も出てくるのではないかと思われるので、非常に楽しみです。新製品情報、続いてはパナソニックです。L マウントのボックス型カメラ、Lumix DC BS-H1 が正式発表されました。これはですね、昨年登場した BG-H1 のフルサイズ版のようなカメラで、基本スペックの方はほぼ S1H を踏襲しています。そして、店頭予想価格の方なんですけど、税込みで40万4000円ということになっているので、H1 よりはかなりね、お安くなってますね。まあね、動画に特化したカメラなので、その分お安くはなってますね。そして、業務用機ということなので、デジタルカメラにはない DNC 端子とかがついてたりします。内部的な機能は S1H を踏襲していて、外部的なものは DG-H1 とほぼ同じといった感じになってますね。どうなんでしょうね、動画専用機っていうのはこういうボックス型になっていくんですかね。業務機ということもあって、値段の方がね、それなりにいい値段をするので、もう少しね、民生用に機能を引き絞って安いものが出してくれると嬉しいなと思います。その時は液晶モニターをね、つけるべきかつけずにやるべきかというのはちょっと悩むとこなんですけど、まあね、液晶モニターに関してはLumixテザーとかを使ってスマホの画面をね、モニターとして使うこともできるので、液晶モニターをつけると価格がどうしても上がってしまうので、その辺はね、液晶モニターなしでやってもいいかもしれません。あとはね、できればもう少し軽くしてジンバルに乗せやすくするっていうのもいいかもしれませんね。新製品情報、最後はソニーです。ソニーアルファルモアーズの方にソニーアルファ74の発表時期に関する噂の続報が掲載されています。どうもですね、10月21日に発表されるようです。発表の方はロンドン時間で21日の15時から16時ということなので、海外発表が先行だとすると、日本では21日の23時から翌日のページの発表ということになりそうです。スペックの方は不定情報ではないのですが、このような感じとなっています。イメージセンサーの方が新開発の3300万画素センサーで、モニターの方は369万ドットの EVF と114万ドットの液晶モニターとなっています。それから動画の方なんですけど、 7K のオーバーサンプリングの 4K30p 動画と、あと 4K60p も撮れるみたいです。あとは 5.5 段分のボディ内手ブレ補正を搭載しています。あとボディと放熱システムの方は α7S3 と同じものとなっているようです。なのでね、現行の α7-3 よりは若干大きく分厚くなるみたいですね。そしてフルサイズの
HDMI 端子が搭載されるようです。メモリーカードスロットの方は UHS-2SD カードと CF エクスプレスカードのデュアルスロットになるみたいです。メニューシステムの方は α7S3 と同等の新しいメニューシステムになるようです。そして発表の方は先ほども言ったように10月21日で、価格の方は$2,499前後になるのではないかと言われています。まあ価格に関して言うとまだまだねちょっとわからないんですが、このぐらいの価格で発売されるとなるとまたね α7-3 同様大ヒットになるのではないかと思われます。まあこれはね結構ソニーユーザーの人からすると非常に注目しているカメラではないかと思われます。現在のところね α7-C が出ているので価格の方は若干高くなる可能性も考えられますね。まあねいよいよ今月発売ということになるので、どのようなカメラになるのか非常に楽しみです。新製品情報については今週気になったトピックスです。ヨドバシカメラの方から2021年9月下期の交換レンズランキングが発表されました。普段はねボディばっかり紹介しているのですが、今回はねレンズの方を紹介してみたいと思います。順位の方はこのようになっています。タムロンシグマに関しては E マウント版ということになっています。1位の方は先日発売されたばかりの 18-300mmF3.56.3DI3AVC-VXD となっています。そして2位の方はシグマの 28-70F2.8DG-DN コンテンポラリー、3位の方はキャノンの RF100mmF2.8L マクロ ISSUM、 4位の方はキャノンの RF2470mmF2.8LISUSM、 5位の方はニコンのニコール ZMC105mmF2.8VRS となっています。その他にも6位からもキャノン、シグマ、シグマ、タムロン、キャノンと並んでいます。ソニーの E マウントに関して言うと、ソニーの純正よりもタムロンやシグマといったサードパーティーの方が受けてるみたいですね。ソニーとねサードパーティー製との性能差っていうのが不確さほどはないので、より安価なタムロンやシグマの方が買われているみたいです。あと純正レンズに関して言うとソニーストアで買われているという方も多いのではないかと思われます。あとキャノンに関して言うと当初はレンズのラインナップが少ないということもあったんですが、今年に入って、ね、新製品をどんどん出してきたということもあって、キャノンの方もね RF マウントのレンズの売り上げも好調のようです。まあね、キャノンに関してはボディの方も EOS R5、R6、そして、ね、RP の方が好調なので、それに伴ってねレンズの方も売れていると思います。あとニコンもね5位に入ってきているところもありますし、これは ZFC と関連付けはちょっと考えられないとは思うんですが、その他の Z マウントのカメラと同時に買われている方が多いのかもしれません。こうして見てみると望遠系ズームレンズの新製品が多かったということもあって、望遠ズームレンズがランキングの上位を占めていますね。あとタムロンに関して言うと 35-150F2.8 や 28-75F2.8 が今月の、ね、下旬に発売を控えているので、しばらくはねタムロンの好調というのが続くのではないでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。今週はねニコンの方がいよいよ Z9 のテザー動画が公開されたりとか、あとソニーの α7-4 ね発表の時期がほぼ決まったみたいなので、非常にねこの2台は楽しみとなっています。その他にもねパナソニックが L マウント版のボックス型カメラをね出してくるとはちょっと思わなかったですね。これに関して言うとあまりね噂はなかったんでちょっとびっくりしました。まあこれに関して言うと業務機ということなのでね、あまり気軽に外へ持ち出しにくいカメラなんで、民生向けのねなんか手軽に持ち出せるような形のものも出してくるといいなと思います。その他にもね噂なんですけど、キャノンもね動画特化型の EOS R5 を出してくるという風なね噂も出てるんで、それがねどのようなデザインになるのかというのはちょっと気になりますよね。動画特化型ということなので、ボックス型のデザインを出してきたら面白いんですけど、それだともうね、シネマイオスになってしまうので、従来通りのカメラのデザインになるんでしょうね。というわけで、今週の週刊カメラニュースはここまでにしたいと思います。今週の週刊カメラニュースが面白かった、役に立ったと思われた方は高評価。来週のカメラニュースも気になるという方は、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は460フォトラボラトリー所長のシロウでした。良い週末を。